でその後こう弁護士になられて、退社されて弁護士事務所を開かれてですよね、はい、でそれと同時に木原さんの件も取材は続けておられると思うんですけど、はいはい、今どんな感じに状況はなっているんですか。そうですね、今現在はその、はい、まあ、木原さんに関しても、うん、あの取材を続けて先日も、うん、あの検察庁にこの事件が送られたということがありましたので、はいはい、去年の末ですけれども、なるほど、その時のお話をお伺いしたいですとか、うん、はいはい、今現在のご遺族の方々 の、うん、あの進捗の状況ですとかを確認しながら、うんうん、まあ、一方であのいろいろとこう社会的な問題に関して、はいはい、あの一部の方からちょっとあのお話を聞かせてくれませんかと言っていただいたりですとか、うんうん、あとあの原稿を書いてくれませんかという話をされることがあって、うんうん、なるほどなるほどなるほど、最近ですとあの松本人志さん の、あそうです、ね、あの裁判に関してのお話ですとか、 あとあのつい先日だったあの日本テレビの、うん、テレビドラマの原作者の方が亡くなられてしまったという話があって、あったんですね、その時のテレビ朝日側、日本テレビ側の、対応についてですとか、なるほど、そういった今本当にそういう角度からの、まあ、放送の知識を持った方でかつ言論的にされる方っていうのは皆さん組織に属してたり、あるいは、まあ、組織に属してなくても番組にずっと出るっていう前提でのある意味での組織人としてなってしまっているので、まあ、正義を重視するっていう発言をされる方がほとんどおられなくなっている状況なので、極めて貴重な立ち位置に西脇さんおられるなと私思いますですね。私ずっと思っていたのが、はい、あのいろんな出来事って、はい、説明しないでそのまま黙っていると、うん、みんなが忘れてしまうっていうことが時折起きるんですよ。起きますね。起きますね。大事なことっていうのは絶対忘れちゃいけないはずなんですけれども、そうですね、特に最近そのインターネットのニュースが流れている中で、うん、一過的にわっと炎上するんですけど、はい、その後にいつの間にかみんなその炎上が過ぎるとその話が喉元を過ぎてしまって忘れてしまって、ね、っていうことが、でもそこでこう、うん、説明しないことで結局逃げ得になってしまっているような、逃げ得になってしまってますね、うん、今も不正義がまかり通ってますよね。あの、まあ、ちょっと簡単な話ですけど、僕ずっとあのゲーム理論の政治学とかっていう、はい、まあ、そういう専門の分野でいろいろと研究してるんですけど、正義とは何かっていうと、正しい、あの正義とか規範とは何かっていうと、これが正しいんだっていう宣言があっても意味がないんですよ。あの正義が世の中でちゃんとルフするためには、それをバイオレート、こう違反したやつをディテクト、調べて罰するというシステムがあって、初めて正義が隅々まで行き渡るんですよ。だからこれが正義ですって言っててもしょうがないんですよ。だからやっぱりそういう意味で司法とか裁判とか警察っていう、で悪いやつを捕まえてで罰するっていうのがね、これがなかったらね、全ての規範というものが妖怪するっていうことが、これ実はねアクセルロットっていう人の有名な数学を用いた政治経済学者、政治学者によって明らかにされてるんですよ。だから忘れちゃダメなんですよ、忘れちゃダメなんですよ。それを書く説明しないでいると、うん、でみんなこう当初は説明しろ説明しろっていうふうにちゃんと、ね、みんなでこう指摘していくんですけれども、うんうん、だんだんこう指摘する側が疲れてきてしまうと、その黙っていた者勝ちになってしまう、うん、あの実はあの、はい、三浦瑠麗さんとの裁判があったんですけれども、でその裁判の中で、はい、やっぱりあの三浦さん独特のなんかこう相手をこうチクチクとついてきて、うん、だけれどもなんか本質とはずれてる議論とか様々あって、それにこう翻弄されて困るとか、でずっとなんか、ね、こう原告の西脇なんていうのは一サラリーマンに過ぎないんだから、プライバシーの侵害なんてそう大したことがないとかいろいろと書かれて、でそれにこう一人立ち向かわなければいけないっていう、もう向こう側もオールスターキャストでしたからね、あの三浦瑠麗さんの裁判の時には。原告が三浦瑠麗さん で、うん、であの弁護士さんはあの橋本徹さんが代表を務めている橋本総合法律事務所で、うんうん、しかもそういったこう一サラリーマンに過ぎないっていう言葉を言われて、それにどう対抗していくのかっていうのがこう裁判でも一番大変なところで、なんでこんなこう論点ずらしをずっとするんだろうっていうんで苦しんでいたんですけれども、だそれより何より一番個人的にこう、はい、許しがたいっていうのも変なんですけれども、はい、思ったのが、はい、裁判の結果が出た後の対応というんですかね。なるほど。実は、はい、これ三浦さんの裁判で、うん、一審の判決では
あの30万円の賠償の支払いなどが命じられて、うん、そのプライバシー侵害が認められて、うん、で三浦さんがこれもともとの裁判というのは、はい、三浦瑠麗さんが私 の, その結婚生活についてのプライバシーを晒すような、うん、あの結婚生活の内実を晒すようなツイートをして、それがもうあの雑誌だったりとか新聞だったりとかっていうニュースにも拡散していって、それでこうそれに対してこれはひどいということで名誉毀損とプライバシー侵害を訴えたという裁判だったんですけれども、まあそれに関してまあプライバシー侵害を認めて30万円の慰謝料が三浦瑠麗さんに命じられたという判決でした。ただそうなんですけれども、一審判決の時には三浦瑠麗さんのコメントというのが、今回の判決では私の主張を大筋で認めていただいたことは確かですが、判決は真摯に受け止めます、いや30万円の慰謝料の支払いが命じられているのに、なぜこの私の主張が大筋で認めていただいたことになっているのか、あのこれはこういった裁判でよくあるんですけれども、はい、あのこういった名誉毀損だったりとか裁判の時には、はい、大体認めてもらえる裁判所が認める金額っていうのは、はい、数十万円ぐらいが相場なんです、ね、うん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 、ただそうは言っても訴える側は数十万円で訴訟を起こすってことはまずなくて、うん、やっぱり自分の気持ちを伝えたい、そんな安いもんじゃないんだっていう気持ちがある、うんうんうん、私の場合も300万円で訴えたんです、うんうんうん、それがやっぱり相場通り30万円になった、なるほど、なるほど、10分の1じゃないか、あだからほとんど認められたんだっていう論法、あの松本ひとりさんの裁判も5億5000万円の請求を出されてますけれども、あ、はい、まあ、そういったあの多くの金額を出すけれども実際は少ないっていうところを捉えて、あの大筋で認めていただいたっていうふうなコメントになっていて、これも違うんじゃないかとこの時に思ったんですけれども、よりあったのが実はその後第2審の控訴審、はい、そして最終的には最高裁判所の上告審、うん、ここで三浦瑠麗さんが敗訴する、だどんどんこう敗訴の確定が近づいていった、うん、という時には一切ノーコメント、なるほど、全く何もこの件を触れなくて、うん、そのまんまスルーして、でそのまんまこう内閣の委員になったりですとか、こう公的な活動を続けていく、何か総括があってもいいんじゃないか、何かコメントがあってもいいんじゃないかと思ったんですけども、この裁判自体がもうなかったことにしていこうというのか、うんうん、みんなどうせ忘れるだろうということなのか、全くコメントをしなくて、だこの裁判というものがあって戦ってこういう結論が出たんだということを忘れられたくない、残したいという気持ちが、やっぱり今回本を出したことの一つの、まあ、きっかけでもあったんですよね。やっぱりこういったこう、コメントがなくてね、正義の実現において裁判は極めて重要ですけども、正義の実現において裁判が果たしうる役割は実はちょっとなんですよね。もっと大きな道義があって、でそれをこう裁判がその一部を、あの極めて安全側な部分だけ実現しているだけですからね、やっぱり出版だとか、言論だとか、そういう社会の風潮だとか、そういうもので正義というものが実現されていくもの で法律は当然その真ん中にはあるものだけどもそれだけでは正義の成立要件は満たしてないですもんね。やっぱりそのためにはやっぱりこう何かそういった問題が起きた時には自分からさまざま説明をするとか、で多くの人がそれにちゃんとこう報道をしたりとか興味を持ったりとかするっていうことが大事で、大事ですね。その中でやっぱり最近でもなんかこう黙っていれば通り過ぎるんじゃないかということで済ませようとしているような事案が多いんじゃないかと、ね、今木原誠二さんの問題はあの時は本当に大きな騒ぎになりましたが、一旦、まあ、あの官房副長官を辞職されて、はい、で辞職されたんだけれども、まあ、事実上更迭って言われ方だと思いますが、幹事長代理とか、はい、政調会長代理って極めて重要な要職を務めてて、しかもその2つを兼任してるんですよ、うん、兼任するっていうのはちょっと先例は聞いたことないですよね。あと今現在の裏金問題についての、うん、あ、そうですね、刷新会議刷新本部の幹事長です、うん、幹事長ですからね。岸田さんが本部長で、うん、茂木さんが本部長代行で、うん、その下の位置で今、うん、でこれみんな、 なんか話題が移ってきてるので、みんなあ、そういえばそんなあったなみたいな話になりつつありますよね。もともとそのどういう事件だったのかっていうのがこちらなんですけれども、もともとこれ2006年の4月にあの安田種雄さんという方が28歳の若さでご自宅で亡くなられた、で亡くなられた原因というのはこう喉に刃物で刺した傷があったということだったんですね。
でその現場にはこの自宅の中で亡くなられたので、うん、あの安田さんの奥様の X 子さんと仮にお呼びしますけれども、うん、そういう方もいらした。でその直後お医者さんが遺体の検案をしたんですけれども、うん、そこでは何が原因なのか、つまりどういった経緯で亡くなられたのかっていうことについては分からない、不詳の死だというふうにお医者さんは判断したのに、実はこのお医者さんの判断が出る前にご遺族は大塚警察署から聞いたとおっしゃってるんですけれども、大塚警察署はすぐに、いやこれは自分で自分の喉を刺したんだよっていうふうに断定していて、ほぼ捜査が進まなかったということがこの2006年にあって、まあ、その段階でもご遺族の方は納得ができなくて、うん、再び捜査をしてくれっていうふうに、うん、あの依頼してたんだけれどもずっと進まなかった。それが12年経った2018年に警察の内部で、うん、やっぱりあれはこう最初の捜査に不足があったんじゃないかという話になって、でもう一回捜査を始めることになったんです。はいはい、でその中では当然そのご自宅にいた X 子さんについても事情を聞くということになったんだけれども、うんうん、これはその時に再捜査に当たった元刑事の方、はい、あの週刊文春のインタビューにも答えてましたけれども、うん、はい、その方の話だともう10日ぐらいやってすぐにおしまいだっていう声が上から降りてきて、そして終了になってしまった、うん、ということをおっしゃっている。で実はこの2018年の当時にはこの女性の X 子さんという方は木原誠二さんの奥さんになって再婚をしていた。そしてこの時木原誠二さんというのはこの年には、うん、自民党の政調副会長、政調会長が岸田さん、うん、でその側近で政調副会長が木原さんですとか、はいはい、あと情報調査局長というさまざまな情報を集める、うんうん、まあね、その野党の情報とかも集めるんでしょうし、さまざまな情報を集めて、うん、ですから場合によってはその警察の公安当局ですとかさまざまなところとも窓口になるような、そういった立場にいた、うんうん、まあ、それもあってあの週刊文春の報道の中では、あとその木原さんが担当の警察官にかなりこう厳しい口調でいろんなこと言ったんじゃないかとか、そういった報道もしていて、でそれについてのまあ圧力がなかったのかなかったのかということを報じていたということなんですけれども、もちろんこの事件に関してはその初動捜査に何があったのかですとか、さまざま細かい点について疑問が抱かれていたりですとか、あの取材していて見えてくるものもあったんですけれども、一番私はこの取材を始めたときに、とても疑問に思ったのは、この週刊文春さんの報道があった直後の木原さん側のアクションだったんですね。7月5日なんですけど、これ一斉にご通知という文章を送って、この中では当然事実も混んだっていうことを言っていたりですとか、松本人さんと同じ言い方ですね。で木原誠二さんのコメントを預かりましたということ で書かれていたのが、刑事告訴を含めて厳正に対応いたします。そうですね。で弁護士としても刑事告訴を行うし、法務省の人権擁護機関に対しても救済を求めますと。ああそうですよね。まあ、こういった、あとこの当時、官房副長官でしたから、はいはい、そういったあの国家権力の中枢にある人が、そういったあの報道機関の報道に対して、記者会見とかそういった説明ではなくて、いきなり警察の権力ですとか、刑事告訴とかそういったことに訴えるのが、まあ、そもそもどうなのか、そうですね、という気持ちがあって、その疑問もありました。これは極めて不当ですよね。と同時に、この実はご通知の送り先だったんですけれども、週刊文春に送ったわけではなくて、司法記者クラブ、新聞社各位、テレビ局各位っていう、文春をこうやって告訴するぞっていうのを文春に言うんじゃなくって、マスコミ各社に一斉にこれを撒くことでこうなるぞっていうことを伝えたんですよ。まあ、これ普通考えたら脅してるってことですよね。これを受けてかどうか、あとこの後にこう警察の幹部が事件性がないっていうことをこれも異例の発表だったんですけども、いやあれもひどい話ですね。ひどい話だと僕は思いましたよ。もうまだ これから捜査が行われて、まだ終わっていない段階で、しかもそうですよ、通常はその警察の幹部っていうのは個別の案件については個別の案件は答えませんっていう、そういったノーコメントですっていう対応することが多いんですけれども、そうではなくって、その場ではもう事件性がないと断言してしまう。でしかもその発言とこのマスコミ各社に一斉にこの刑事告訴っていう紙が巻かれていくっていう、この2つでこの件について
なかなか各社が報道できなくなっていた、うん、っていう側面があったんじゃないか。そのせいで、うん、先ほどお話しましたけども、うん、実際に個別に取材に行こうと思ったら、私も単独で動いていて、一、うん、人でその雑誌に書こうかどうかって動いているのに、うん、その一人しか、あとはそのインターネットのメディアの方とか、うん、その独立系の方が何人かいらっしゃるっていう、うん、もうそこしかなくなってしまっている状態だったというのが、それが何とかして取材をしなければいけない、その取材のためだったら会社にいるかどうかっていうのはそれほど大きな話なんじゃないんじゃないのかと思ってしまった。これ事実上刑事告訴はされたんですか？これをそうするぞってするって言ってたのに聞いてないんですよね。聞いてないですね、だからスラップ的な発言、スラップ裁判ですらないですけど、グラフであるかのように見えますよね。これ評論家的に言うと、これはもういやブラフの可能性めっちゃ高いですよねともう言うしかしょうがないですよね。でもそれでピタッと動きは止まりました。事実上止まってますからね、それがやっぱこの最初の告知というかご通知を見たときに、やっぱり何があってもちゃんと報道しなければいけないと思ってしまった、その時にきっとその24歳の時のテレビ朝に入った時のことを思い出してしまったっていうことなのかもしれないですね。そこから取材をしていって、そしてこうやっぱご遺族の方の思いとかそういったものに触れていって、で最初の記事を10月の末、去年の10月の末に出して、もうそのまま11月の初めにはもう今回もちゃんと身体伺いの後にもう自分から辞職の届けを出して11月の20日で辞めたということになりました。そうだったんですよね。それがもうどうしても自分の中でも残っていることで、まあ、特にその、ね、警察の当局がその事件性なしっていうふうに断言したことについては、はいはい、実は週刊文春が当初、かなりこう突っ込んだというか、もしも本当だとしたら本当にびっくりするような記事っていうのを報じてたんですね。その記事というのがどっちにあるかな、あ、これですね、これは去年の8月の記事なんですけれども、8月31日号で警視庁幹部の三者会談っていう見出しで書かれていたんですけれども、これ2023年の7月に警視庁の刑事部長の執務室に警視庁の幹部3人が集まって、でこの中でさすがにまずいだろうっていう声も出たんだけれども、最終的には捜査一課長が事件性は認められないとコメントすることにした。いや、そうですね。でその背景としては、ということで週刊文春が報じていたのが、捜査関係者がいや警察庁の長官が警視庁の刑事部長に火消しをしろと命じたそうだ、で警察庁の長官は今度はどうにかしてやるよという葉っぱを木原さんと一緒に官房副長官をしていた元警察庁長官に言われたんだそうだという報道をして、でこの三者会談の非常に細かい内容も週刊文春報じてたんです。まるで中にいたかのような記事、ですね。これ誰かがリークしたんだと想像されますね。ただの関係者のこれ本当かどうかわからないので、もちろんね、違ったんだったら、真っ先に内閣だったりとか、警察の当局が、いやそれは違うっていうふうに抗議したりとか、打ち消したりとかっていうコメントを出すだろう、どうなるのかな、こんなこと記事が出て、と思っていたら、おそらく私の知ってる限りでは未だかつてこの記事には何のコメントもされていなくてスルーされたまんまです。そうですね。でもこれは仮に本当だとしたら、捜査に何かそういった政治的な、意図とか、そういった声掛けというのが関連していた可能性が出てきてしまう、だから多分政府としては真っ先に否定しなきゃいけないはずの記事だったのに、ただそれが何のフォローもされないまんまでスルーされて、もうこれ記事が出てから半年ぐらいが過ぎている、そうですね、という状況も受けて、その忘れられていくっていうことがあっていいんだろうかっていう、実はつい昨日、ご遺族の方にちょっとお話を伺いしたんですけれども、ご遺族の方がおっしゃっていたのが、真実を知りたい、私たちはただその思いにつきます。そうですね。どうして種雄さんが死に至ることになってしまったのか、どうして説明もなしに事件性はないと結論付けられるのか、どうして真相を知ることができないのか、17年間の時を経てまた捜査が動き出しました。関心を寄せていただける多くの皆様のおかげです。これからの捜査の行く末を一人でも多くの方々に見守っていただけますと幸いです、という
やっぱりこう誰かがずっと見守り続けていたりとか、うん、見続けていないと、うんうんね、いつの間にかなんか時間が過ぎていっていつの間にか忘れられてしまうっていうことがあっちゃいけないんじゃないかっていう思いはずっと強くあって、だそのことが今もその取材を続けている理由なんだろうなという気がします。ただそのことをなんか徐々にこうそれを恥ずかしいと思わずに当然のようにやってしまうような空気があるんじゃないかとか、そうなんですよね。だからその先ほど言った正義というものを保つために今不正義をやった人間をこう罰する仕組みが必要 で、はい、でそれスルーしていたりした人間に対して我々日本人は昔恥知らずという罵倒の言葉を持ってたんですよね。で恥知らずと言われるんだけど、ふざけんな恥知らずじゃないよ俺はって言ってすごく怒ってたんだけど、恥知らずって言われても別に何とも思わない。カエルの顔に水ってやつでね、綺麗な言い方をするとそういう国家になり下がってしまったんですよね。でも僕は昭和43年生まれで昭和45年生まれ、まあ、我々の世代からすると我々が子供の頃はまだまだこんな腐った国じゃなかったと思いますけどね。昔だったら、うん、その国の政権のことを語るのもちょっとおこがましいんですけれども、うんはい、昔だったらこう国民から全く支持をされない政権だったりとか、うん、支持率がものすごく下がったりとか、うん、みんなにバッシングされたりとかして、うん、それが最もであったら時の政権って自分から身を引くっていうことがあったような気がするんですよね。真なくば立たずですからね。もう今も支持されてようがなかろうがもうメディアをなんか脅してでも何でも支持率なんか無理やりちょろっとでも上げて1分でも1秒でも長く続けてやろうっていう魂胆が見え見えの政権が多いですよね。でも今の岸田政権は支持率が全く上がらなくてもずっと続いてますからね。続けるんですよね。でも法律上はクビにならない限りは続けようと思えば続けられるわけですよ。恥知らずですね。それを続けてしまうことで、うん、でこの観測が合ってるかどうか分からないんですけれども、うん、要はどんどんライバルの力を削いでいけば、うん、自分が何かプラスのことをしなくても、うん、自分は居続けられるわけですよ、うんうん、そうですね。そうするとこう、ね、国民の側は選択肢がなくなるだけなんだけれども、うん で、 ね、でも続けられるっていう、それがなんか簡単な気持ちもあるし、やっぱりそういった中で説明がされるとか議論がされるっていうことがないと本当に暗い世の中になっちゃうんじゃないかなと思ったことが原因です。まあ会社の中で、まあ、ブラック企業とか、まあ、普通の企業いい企業とかいろいろありますけども、ブラック企業って本当に上司がめちゃくちゃでやらされることもデタラメで、こうやるべきだと言っても何も通らない。それでもまあしょうがないからもう退職できないんだったらそこで生きていくっていうのが仮にあるとすると、日本国家全体がブラック企業化してしまってるんでしょうね。もう社長が総理大臣で官房長官とか専務とかですから、でもこのブラック企業の中で絶望的な気分に国民は浸り始めてて、でもそうなった時にやっぱり我々戦いをやめたらどうしようもないですよね、うん、諦めちゃいけないんですよ、うん、だから奴隷になるしかもしょうがないですから、ましてや自分の子供や孫愛する人たちがこれから今よりももっとどうせ奴隷化進みますから、いや子供のことを本当に愛してるんだったら俺ちょっと戦わないわけにはいかないですよね、うん、まあ、諦めちゃいけないですね。まあそうですね。いやぜひこれからもまた、はい、定期的に番組も出ていただいて、その時のホットの、はい、今日はもう松本人志の問題とかキックバック問題とかもっといろいろとお聞きしたかったんですけども、すいません全く台本で違う話をしてしまって申し訳ないです。いやいや、もう気持ちがすごく伝わりましたので、うん、視聴者の方にも伝わったんじゃないかなと思いますので、真面目に誠実に生きていきましょう、うん、できるだけのことを僕もやりたいと思いますし、これからもぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。